すげえ、たくさん人がいるぜ。みんなこんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。うおお。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶しっかり知らないやつをこっちの後ろで見つけたぞ。ガイドさん、はい、一番前の端から4番目に一人男性が座ってると。そうだ、こんにちは。名前なんて言うの？カイト。渋い名前だぜ。いいかい、俺が最高だぜって言ったらカイトは両方のひれ元気に上げてうおーって言った。戸惑ってる場合じゃないぜ。さあ男らしく元気に頼むぜ。いくぞカイト、最高だぜ。うーやーじゃないか、みんな拍手しようぜ。カイト予想以上に楽しそうだったぜ。ガイドさん、今度はこっち側来よう。そんで一番前のな、端から二番目の坊やとちょっと話をしてみようぜ。そうだ、こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？アキト。あ、ごめん、ちょっと聞こえなかった。もう一回いいか？アキト。アキト、会えて嬉しいぜ。あ、今日はどっから来たんだい？札幌。札幌、すげー。知らないけど。あ、じゃあその札幌ってところから誰に連れてきてもらったの？お父さんとお母さんから。うん、分かったぜ。じゃあお父さんお母さんどこだい？手挙げて教えてくれ。お父さんとお母さんはどこにいる？お、どこだ、お父さんとお母さん。あ、そんな離れたところに。なぜそんな離れてしまったんだ。いや、お父さん素敵な笑顔だな。よし、じゃあお母さんと話そう。お母さん、こんにちは。こんにちは。お母さんの名前は？千夏です。千夏な、坊やからあれ何これ何っていろんな質問された経験とかあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだよ。ちなつ、俺たち親同士バッチリ気持ちが、通じ合ったな。話できて嬉しかったぜ。ありがとう。ああ、坊やもありがとう。お父さんごめんな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。で俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日は人間についていろいろ教えてほしいんだ。俺に協力してくれるやつははーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。おー、カイト油断すんなよ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、食べ物を食べる人ひれ上げてくれ。食べないやつもいるのかい。どうやって大きくなる。じゃあな、ガイドさん、今度こっちの後ろに来ようか。そんでな、一番前の真ん中の通路から二人目の女性と話をしてみようぜ。そうさ、こんにちは。こんにちは。ん、名前は？綾野です。綾野の大好物って何だい？肉です。肉、まさかそれ魚の肉じゃないよな。そうです。そうですってのは どっちの意味の？魚の肉です。みんな逃げろ。あやの、ちょっと俺の真似をしてこうやって肩ひれ上げてくれる？そうそう、で俺の言う言葉繰り返してくれ。いくぞ。魚は友達。
餌じゃない。よろしく頼んだぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だぜ。俺に質問あるやつ、手を挙げてくれ。何でも答えるぜ。さあどうだい。あ、ガイドさん、まず前から行こう。違うのは、今前から2列目の端から4人目のお嬢さんが真っ先に手を挙げてくれたんだよな。そうそう、じゃあ話そうぜ。じゃあ、こんにちは。こんにちは。名前は？みずきです。みずき、よし、俺に聞きたいことなんだ。どうやったら彼氏できますか？知りません。ちょっと待ってくれよ。みずきはさ、とってもキュートで笑顔が素敵な女の子だぜ。そういう相手がいないなんてちょっと俺信じられないぜ。まあさ、でもそういうのってみずきほら、縁とかタイミングが大事なんだよな。必ずさ、みずきの元にもでっかくていい波がやってくるぜ。だからそれにしっかり見極めて乗っかることだよな。そうすれば幸せもつかめると思うぜ。幸せ乗ってっかんな。みんなも拍手を送ろうぜ。最高だぜ。わー、よし、他に質問はあるかい？さあ、切り上げてくれ。お、じゃあ、ガイドさん、今度はちょっと後ろに行ってみようかな。そしたらさ、じゃあこっち側のな、一番後ろ行こう。一番後ろの真ん中の通路から2人目の君と話をしてみようかな。そうだそうだ。こんにちは。こんにちは。お、名前は？みさきです。みさき、よし、質問待たい。好きな人がいるんですけど、片思いで、あの、来年で高校卒業しちゃうんですよ。で、あの今週の修学旅行で告白するか、卒業式で告白するか、どっちかでちょっと迷ってるんですよ。今週あの告白した方がいいのか、卒業式の時に告白した方がいいのか、アドバイスを教えてほしいです。好きにしろよ。してもいいよ。いやでもさ、もう君な、俺にもうさ、こんなに大勢の人たちの前でそんな質問してくるぐらいだから、もう君の気持ちを抑えられなくなっちゃってると思うんだよな。だからできるだけ早い方がいいんじゃねえのかな。きっとさ、その気持ちをなかなかぶつけられないのってな、なんかこうネガティブな未来を想像しちゃうからだろう。でもさ、大丈夫だ。そんな風に思ってたら何にもできないぜ。君にとって必要なのは勇気を持って一歩踏み出すことだと思うぜ。必ずうまくいくと思って、きちんと気持ちをぶつけることさ。頑張れよ。最高だぜ。よし、他に質問あるかい？さあ、ひれ上げてくれ。どうだい。お、そうだな。じゃあな、ガイドさん、今度は、そしたらな、真ん中の後ろ行ってみようか。真ん中の後ろの一番後ろかな。こちらの通路から2人目かな。皆さん、ひれを堂々と上げてくれてる。そう、君と話をしようぜ。いや、こんにちは。こんにちは。お、名前は？風間俊介です。風間俊介、よし、質問なんだ。人間の世界では最近浮気が流行っているんですけれど、クラッシュにとって浮気はどこからが浮気になりますか？浮気というのは男性と女性が付き合っている中でどちらかが裏切ってしまう行為のことを浮気というんですけれど、教えていただきたいです。もうその時点でダメなんじゃねえの？どこからも何も、それは俺は人間の世界のことだから分かんねえよ。気持ちが浮ついてる時点でもうそれは浮気だから、もう相手を裏切ってることになっちゃうんじゃねえのかな。そんなに難しいことじゃねえと思うぜ。ハイドロフォン壊れたか？壊れた。ハロー、ハロー、ベイリーじゃないか。よし、じゃあみんなでうーってやってみようぜ。せーの、クラッシュ、やーよー、ベイリー、ハロー人間、ベイリー、特
意のエコロケーション、みんなに見せてやったらどうだい。見てて、うー、何か見えてきた。お、うー、うわー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳が4つ、あの人間の頭の上に乗っかってる丸い2つのものか。ベイリー、あれは耳じゃない、ホタテ貝だ。でもエコロケーションってすげえクールだよな。誰かできるのか。ああ、あいつとやってみよう。カイト、君の出番だ。エコロケーション使って俺のヒレが何本上がってるか当ててみてくれ。さあ、まずは両ヒレを頭の横に持ってきて、で目をつぶって下を向くんだ。俺がいいって言うまで絶対に目開けちゃダメだぞ。そこでうーってやってくれ。せーの、みんなも協力してくれ。せーの、よーし、 OK だ。まだ目開けちゃダメだぞ。みんなも教えちゃダメだぜ。カイト、目を閉じたままで今俺のヒレ何本上がってる。まだ目開けんなよカイト。カイト、目開けていいぜ。大正解だ、みんな拍手をください。大龍、大龍、大龍、パパパパ、大龍に乗ってサーフィンしようよ。ちょっと待て、ここにいるみんながお前の質問に答えてくれたぜ。すごい。だろう。お前たち最高だぜ。おー、みんなうまい。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。おー、みんな今日はありがとう。楽しかったぜ。